はい、パイテオチャンネル、ママでーす。どうも、パパテオです。Behind the sea, they're picking up the pieces of all broken hearts. But I believe in coloring the world, got a holler to be heard in time. We can fight back, ready to go right by to the sky.今回はあれですね、やりましょう。あれやっちゃいますか。だいぶあれから月日が流れたんで、うん、おすすめキャンプ場、はい、5000前はだから7000、 おすすめキャンプ場7000やったんですよ、うん、バイテオママさんの、はい、今回は5000で5000ね、はい、パパティアオのおすすめも出していきます5000やりますよ。各自心の中で5000決めてきたから、まだお互い未発表です、うん、知らんもんね。去年1年間はもういろんなキャンプ場に行かさせてもらって、これはあの順不動ですよね。順不動で、はい、あの順位とかは決めてないから、1位とか2位とかないんで、 ないです。はい、選びに選んで5000、うん、めっちゃめっちゃもう悩んだけど、なんだまあ1個目、私はほったらかしキャンプ場です行きましたね、うん、去年これは、うん、2回行きましたよね。2回行った、夏と冬と。それだけでもう何百キロ走ったなんかもう1500-1600キロぐらい走ったような気がするほったらかしの2回だけで、うん、ハマってしまったね。ほったらかしに入ってきましたか、ほったらかし、うん、ちょっとほったらかし、何が私は気に入ってるかというと、やっぱり富士山が好きやから、富士山がもういつでも見える、まあ、曇ってない限りで、夜景も綺麗し、もう私大好きな温泉が近くにある。これもう3つ揃ってるから無敵やん。もうそう、最高やねまあちょっと遠いけど、うん、1年に1回は行きたいですね。ほったらかし、ほったらかし良かったですね。確かにほったらかしいいけど、ちょっとパパさんあれですよね、なんかパパティアのおすすめの中にほったらかし入ってないんですよ。あ、入ってないの。そうなんですよ、キャンプ場としては、うん、めちゃくちゃ好きやね。あ、うん、いいキャンプ場やな、うん、いいね、でかいし、うん、プライベート感があるサイトは結構あるな、うん、お炊事場もトイレも近い。そう、どこからでもどこからでも近いように作られてて、うん、受付おうおうおうの人たちもあ優しいよ、うん、めっちゃ毎回買うもんね。こわもてやけど優しかったですね、うん、そう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 、そうそう、だからキャンプ場としてはかなりいいですよね、ロケーションもいいし、富士山いいし、うん、ただね、はい、ただね、これ一つだけ言うとですね、はい、カフェあるじゃないですか。あ、散歩もう、あの、一人絶対一杯頼まなあかんから。ああ、そうそうそう。席に座るのに。うん、言う前に。言う前に。かぶせ気味に言われたみたいな。そうそう。もうあの段階でも一気にやる気なくなって。深呼吸して、ね、絶対俺の方が年上やのに同じように、うん、あの私も人間なんですよかる。一つでも、うん、あーって思うことがあったら、うん、もうやっぱ外れちゃうんよね外れてしまっていくね、こうファーって。まああの私の中では5000に入りました。ほったらかし、いいキャンプ場です、うん、
カフェ散歩の悪いのは私です。三角置きっぱなしにした私です。まあ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 、レモネード飲んで癒されて、あのママさんたちを置いて僕は一人で帰りました。うん、まあまあまあ、そういう素晴らしい、ほったらかしはいいキャンプ場、ほったらかしは最高です。めちゃくちゃいいキャンプ場。はい、まあ私の一つはほったらかしということです。じゃあ次はいきますね、はい、私いきます。私1個目は、うん、小さな森キャンプ場。小さな森キャンプ場。マジか。あー、東条湖にあるんですよね。そうそうそう、あ、近いな。小さな森キャンプ場っていうキャンプ場があって、うん、で前々からずっと行きたくて、うん、でやっと行けたじゃないですか、夏、うん、夏ぐらいな、うん、まあ、だ山のサイトと川のサイト、フリーサイトでもう先着順やんな、うん、そうそうそう、好きなとこ予約して行って選ぶみたいな、うんうん、そこの作りがめっちゃ好きやね、うん、あ、僕あのすごい、まあ動画見てもらったら分かる、はい、うん、孤立した感じ、うん、してるな。そう、あそこ孤立したとこに入ったらさ、なんかもう森って感じがする、うん、だから多分サイトによっては結構こう評価が分かれるかもしれない。パパティアみたいに孤立した感じのとこが好きな人で、そこを目指して行ったんだけど張られてて、ちょっとこう開けたとこにしか張れないよねってなったら、また評価は変わるかもしれないけど、あ、そうやな。僕的にはあの小さな森キャンプ場好きなんですよ、うん、ロケーションが、はい、でも全部が良かったってわけじゃないんだけど、なんかすごい好きやね。あ、ちょっとタイミングが悪くて、うん、あのパリピキャンパーがおったでしょ。おった。いいんだ、パリピオールは別にいいんですよ僕は。おう、ただ流してる音楽がめちゃくちゃダサいね。めちゃくちゃダサいね。めちゃくちゃダサいね。ダサいっていうか好みじゃないのよな。もっとそう、ごめんすみません、ダサいって言い方はね、好み、俺の好きな音楽流してくれてたらなお OK や。あー、まあ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 、なかなかないよね。なかなか、そう、ロケーション良かったっすよね。うん、ね、で川もあるから子供も遊べるし、そうそう、エビな、エビおったからな、エビも捕まえて食べたもんね、うん、食べた、家から近いし。おすすめのポイントっていうのはもうそのロケーション、うんうんうん、孤立したところが好きな人はその場所に晴れたらかなりいいと思う。確かに、うんうん、ダメな点はどうなんですかね。私はトイレの匂いがちょっとダメでした。私もその、あの鼻が死んで匂いしないんですけど、トイレの水は匂いがせんでもなんかやばそうな感じがした。でもあの上のその管理棟の近くのトイレは綺麗らしいから、綺麗らしいですよね、うん、はい、私は一つ目は小さな森、はい、キャンプ場です。まさかの。ぜひ行ってみてください。行ってみてください。はい、じゃあママさん、はい、二つ目行きましょうか。二つ目行きますよ、はい、はい、もう悩んでんけど、二つ目なんでしょうか。はい、奥琵琶湖キャンプ場です。俺からでも行ってなくないですか。行ってない、もう予約取られへんねん、ほんまに。7000取る前に行って、その、うん、7000取った後から、まあ、一回も行ってないですよね。行ってない、それでも奥琵琶湖、奥琵琶湖はもう一回行きたい。忘れられない、忘れられへん。ほんでなんか新しいサイトができてるらしいねんや、上の方にできてるんですよね、うん、あのハモキャンプさんの、うん、言ってたよな、動画にアップされてました、うん、もうそっから見る琵琶湖はでも多分めちゃくちゃ綺麗そうやつ、うん、普通に下のサイトやと琵琶湖、うん、ちょっとキラキラって見えてるやつ、隙間からちょっと見える、うん、でもあの私ああいう雰囲気大好き、奥琵琶湖よかったっすね。奥琵琶湖、僕もあの一発目行った時のあのスタッフの対応、あ、もうあれ忘れられない、めちゃくちゃ惚れてまうだぐらいすごい高青年、爽やかやったよな、うん、あの子で、うん、奥琵琶湖のポイントボーンと上がったもんな。そうそう、奥琵琶湖はほんまにいいよ。分かる、うん、ちなみに僕奥琵琶湖入ってない。なんでな、5000入ってないんです。かぶらんな、かぶらへんな。うん、まあそこがまあ面白いところやね。奥琵琶湖で良かったポイントは、奥琵琶湖はやっぱりあのプライベート感、あのいい感じにプライベート感が保たれてて、サイトが広い、広いし見えてても気にならへんねんな。そう、距離がめっちゃ離れてる、ほんで段差があったりするから、分かります、全然気にならへん。で木がもういい感じにまばらに
立ってるし。いいですね、うん、琵琶湖は。もう琵琶湖は何やろ、雰囲気がめっちゃ好き。私はああいう雰囲気が好きやな。わかります、わかります、はい、です。奥琵琶湖でした。奥琵琶湖2つ目は、まさかのまさかのランクインですね。ランクインというか入ってくるんですね。うん、奥琵琶湖行ってないねんけど、空いてるから、うん、ただ行きたい時に取られへんだけやね今。あ、そうか。そう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 、なるほど。うん、はい。じゃあ2つ目は、2つ目は奥琵琶湖キャンプ場でした。はい、次は2つ目パパさん行きますか。はい、はい、僕は最近行ったキャンプ場なんですけど、おまだだから動画アップしてないんですよ。おお、あ、じゃあそのキャンプってこと、まあ、キャンプした動画ではないですけど、うん、一応まあこんなキャンプ場ありますよみたいな動画撮ってきて。ああ、はいはいはい、行きますね。はい、丹波の笹山にある椿市ダム、です。あ、伊藤さんに教えてもらったやつね、はい、ああ行きつけのショップのオーナーに教えてもらったの椿市ダム自然公園かなんかかな。あ、はいはいはい、キャンプができる公園、うん、この前行ったんですけど、よかったよ。知らなかったっす。もうでもあんまり知られたくないって言ってたから、うん、ピーって入れようか。あかあかあか、うん、まあよかったんや。つばいちよかったっすよ、やっぱ近いし、うんうん、近いのいいよな、やっぱり近いっすね。うん、ダムの近くにあってちょっと川辺みたいな、うん、とこにテントを張れるんだけど、うん、セレナーで降りれないんすよ。おお、うんうんうん、やっぱ車高の高い車か、うん、四駆じゃないと無理で降りれないんですよね。あ、で私はそれを眺めてたんですよ、はあ、プラドが降りていくのこれすげえなーって思いながら、そこで晴れたら、うん、なお良かった。あ、うん、そういうことな。もう山の中って感じ。うーん、山の中のちょっと開けた川辺みたいな。へー、それは気になるな。それ以外は何もないんですよ、うん、あれなんていうの、あずま屋、うんみたいなのがあって、うん、その横に奥にトイレ、うん、トイレもだからあの今の時期はあの流れません水が。あ、ほんでペットボトルが、そうペットボトルで流す、湧き水が湧いてるから、うん、だからそのエリアでそこ行くまでの道の途中とかにもなんか、うん、張ってる人たちがいて。へー、そうなんや、はい、どこでも張っていいんやかな、うん、おそらく、おそらくね。へー、めっちゃ静かやし、雰囲気めっちゃいい。うーん、山の中みたいな。へー、これはもう動画を楽しみにするしかないですね。大した動画じゃないですよ、こんな感じですって撮っただけなんで久しぶりやな、こんな感じでーす。そうそう、こうなってますっていう感じの動画あー、うん、うーん、人もめっちゃ少なくて、うんうん、やっぱ穴場やから、うん、で無料。あー、そかそか、このポイントはすごいいいですね、うん、穴場、人少ない、無料、うん、あ、最高やね。これめっちゃ好きやな、うん、無料この3つめっちゃ好きやな、めっちゃ好き、うん、はい、椿市ダメでした。はい、へー、そっか。じゃあ、ママさん、うん、3つ目、どうぞ。3つ目いいですか、じゃあ、3つ目これはもう、木の崎キャンプ場テクスでいきます。ちなみにこれあの奥琵琶湖の時も噛んでますから、ね、やり直しましょう。なんでここっていうの、はい、3つ目、気を取り直して3つ目、はいはい、3つ目は木の崎キャンプ場です。木の崎キャンプ場、木の崎ちゃう、なれた、木の崎キャンプ場って何聞いたことないけど、間違えた、なれた、木崎湖3つ目は、3つ目は、はい、はい、木崎湖キャンプ場です。遠方多いっすね。おお、やっぱりあの ロケーションとこの壮大さ、長野っすよね。うん、木崎湖、木崎湖、あー木崎湖懐かしい、木崎湖、これはもう一回ぜひ行きたいところ。それは、はい、わかる、僕も行きたいです。行きたいよな、い木崎湖、なんていうの、兵庫県とかにはないこのだだっぴろーい感じ、うーん、湖沿いにザーって、確かにすごかったな、うん、だだっぴろーい感じがめっちゃ好き。ロケーションめっちゃいいよな、うん、ほんであの琵琶湖みたいに区切られてないやん、フリーサイトやから、うん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 、だから好きなように晴れるやん。
懐かしい。木崎湖はこの一昨年の夏ぐらいじゃない。そう、木崎湖はほんまにもう一回行きたい。三崎バンガローも最高やったやん。最高やった、バンガロー良かったな。1日目キャンプで2日目がバンガロー。そう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 、多分一番いいパターンかもしれない、帰りが楽、片付けがない。木崎湖ので一番いいポイントは何ですか？木崎湖の一番いいところはやっぱり湖畔。湖畔いいっすよね、もうすぐそこ、湖のほんまに湖畔に晴れるもんで、フラットフラットやね、斜めじゃない、確かに、うん、ああいう、あの、あんだけの、なんていうの、この湖畔の前のそのエリアみたいなのがでかいとこ珍しい。そうやね、だいたいちょっと狭かったりっていう、縦もな、横が長くても縦が狭いって結構多いけど、あそこめちゃくちゃ長いもんな。めっちゃ長い。ほんで桟橋がいい感じやね。桟橋よかったっすね。桟橋からこう飛び込んでほしかったな。こればっかりはもう心残りで、次はちょっと行きますか。行きましょうかね。ビギーに来て。私が撮っときますわね。ビギーに来て撮っときますわ。いや、お前起きるんかい。お前来たら誰が撮んねん。ビギーで撮るんやん。ビギーで撮ってるところを誰が撮るんやん。あ、お前ら。ただのビキニやん。撮られへんかったら、ね。うわー、懐かしい。結構。木崎湖です。3つ目木崎湖キャンプ場でした。はい。はい。いいですか、私3つ目いいですか。3つ目参戦の3つ目ですか、はい、3つ目兵庫県ほう赤穂郡にあるほう安室ダムキャンプ場。安室ダムです。ほんま無料好きやな。いや、安室ダムはでもいいよ。安室ダムね、これね、ほんま好きで、多分ね、僕3回ぐらい行ってるのかな。行ってると思う、行ってて、安室ダムっていうダムの横にガポって開いた広場みたいな、まあ下段と上段みたいな感じで分かれてて、で設備はもうトイレしかないんですよ。トイレのみ、で鹿と猫が出る。人懐っこい猫と鹿がもうちょいちょい来るんよ。やっぱ多いね。たまにめっちゃびっくりすんねんよ。ちょっと油断してる時にパッてなんかおると思ってみたいな。鹿な、鹿か。鹿でよかったな。いや、鹿でも怖いね。突進してくるからね。まあそういう時期もあるらしいですね。うん、ここだから無料で、で何がいいって言ったら、まあそれもなんていうの、こうわかる、簡単に言うと山の中、開けた場所、でもうグーって周りが全部こうグワーって木やんか、そうやな、こうガッてガッてなって、で前はダムやん、わかる、ちょっと囲まれてる感じ、で何もない、穴場なんですよ。何もないからこその穴場、でも個人的には好きな、おすすめ、ですね、穴場感、無料感、何もないっていう、確かに、はい、です。安室ダムです。3つ目は安室ダムです。もうなんとなくこう分かってきたな。分かってきた。かぶらないですね。うん、かぶらへんわ。絶対一生かぶれへんような気がする。なかなかかぶらへんじゃない。の、うん。あ、四つ目いきます。四つ目は兵庫県日が奥渓谷キャンプ場です。そうなの。はい、別に意外迷ってん、日が奥にするのか、森のテラスにするのか迷いました、これ。あ、なるほど。でもやっぱり、びっくりした、ファミキャンがメインやから、私はだから日が奥にした。子供がやっぱり楽しいところが楽しいねんな。あ、子供は確かに楽しいな、生き物がすごいおるもんね。だからやっぱり子供が楽しんでるところを見れるキャンプ場って言ったら、やっぱり日が奥が一番いい、ね、私、思い出してん。大人もちょっと楽しんじゃうもんね、あのザリガニが。そうそうそう。必死になってますね。やっぱり子供に戻れるみたいな。ああ、そのキャッチフレーズめっちゃいいね。子供に戻れるキャンプ場、そうそうそう、日が奥渓谷みたいな、めちゃくちゃいい。そうだから
うん、日が奥にしようと思った。うわすごい、めちゃくちゃいいかい。なんか公安とか、あー麓っぱらぶち込んでくるんかな思ったら、はい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 、私も迷ってんその辺。日が奥の、うん、じゃあここがおすすめだみたいな、うん、あります。やっぱりリフレクションが綺麗。リフレクションすごいな、うんうん、ほんでモミジの種類が多いから、うん、秋とかも最高。なんかだからああいうあれも言うけどため池、うん、ダム的な形状のため池やんか、うんうん、であんだけのため池で、うん、なんていうあれだけの設備っていうか施設おでキャンプできるとこってあんまないよね。そうやね。で言ったらクラインガルテンとかおもうそうやけど、うん、結構まあ不便っちゃ不便やん。不便やね。荷物の搬入が多分。うん。そうそうそう。そういう意味で楽して、あれだけのため池の前にキャンプできるっていうのは結構珍しいかもしれない。うん。そうやね。あの形状好きなんですよ。わかる？あのダムのこの形状。こうなってるでしょ。なってる。ここからちょろちょろちょろって流れてくる。あの形状のやつ好きやね。ああ。うん。あの裏側には何があるのか。そう。気になって気になってしない。そうやな。うん。四つ目は。日が奥でした。日が奥、うん、いやー、はい、懐かしい思い出が見られた。はい、パパさん4つ目、はい、いきますね。はい、4つ目お願いします。4つ目は、はい、兵庫県、はい、西脇市にある竹島キャンプ場。ちょ待って、ほんまな、今4つ目やけど3つ無料やねんな。3つ無料。あ、1個どこやったっけ。あ、小さな森ね。おすごいな、小さな森。有料で入っていたってすごくない。俺の中で有料で入ってくるって。だからびっくりすんねんけど。でソロやと、うん、その有料のとこって俺 1個しか行ったことない、ね、あと全部無料やねんな、うんうん、で有料と無料のでこうだから有料だからクオリティがどうとか、うん、無料だからどうとか俺あんま感じんの。あ、男の人はそうかもね。で竹島キャンプ場は西脇市にある、うん、あその無料キャンプ場が4つぐらいある中の1つなんですけど、うん、予約はいるんですよ。あで、はい、ちょっと予約方がややこしい。あ電話して空いてるかどうか確認して、でその予約の申請書、うん、PDF を印刷して、うん、書いて、うん、ファックスで郵送、はいはいはい、っていうキャンプ場で、うん、でインアウトも自分で決めれるんですよね。何時にします、何時にアウトしますっていうのは、うん、さっき予約の時に。うん、そうなんや。そうで、こう金網がね貼られてるのをこう開けて、おー開いて閉めて、うん、行くっていう。その金網はあれなの？動物用の金網。そう、動物の侵入防止っていう。うん、怖いな、なんか。で各サイトがもう、うん、完全に孤立してるんですよ。こう山道がバーってあって、うん、それもだから山の中の切り開かれた場所みたいな、うん、でそれがこう道がねこうバーッとあって、うん、こう奥にこうサイトがあって、でこう奥にサイトが、え、怖くない？めっちゃ広いとこもありゃ、ね、狭いとこもあり、で奥まで行ったら一番奥にもサイトがあるんで、も全部見て回って、アリの巣みたいな感じ。あ、そうこっちに入ってここ、こう入ってここみたいな。うーん、でトイレだけがあります、だけ一箇所で、で電気とかも一切なし。いや怖っ。これはもうほんまにいいんすよ。プライベート感だけで言ったらもう 120%。 うーん、今まで一番プライベート感があったキャンプ場。あ、めちゃくちゃ良かった。怖いわ私。ポツンとね。おうおう、噂ではなんか幽霊が出るみたいな。いやもう怖いっていうのをなんか書かれてたけど、うん、知らん。いやなんか出そうな雰囲気はあんで、うん、でも、うん、霊感ないから、あちょっとわかんないですよ。おったんちゃう。おったかもしれへんけど、なんか気づいてなかったかもしれない。その説はどうもすいませんでした。気づけずにすいませんでした。そう、竹島キャンプ場無料の、そうか、要予約ですけど、プライベート感は 120%。プライベート感を求める人はぜひ。だから人が多くても、うん、その多分何組っていうのが多分もう制限してあるから、はいはい、その分のサイトしかないから、うんうん、で絶対多分見えることないと思うね。お他のキャンパーこう運転してておったとかはあるかもしれないけど、うん、一回こう奥に入って張っちゃうと、うん、トイレ以外は多分
ああそういうことな、はい、合わないんじゃないですかね。へーです。お4つ目は、はい、私はキャンプ場でした。はい、はい、じゃあ5つ目いきましょうか。いきましょうか。5個目はおじろじろキャンプ場です。おじろじろこれは外せません。これはもう、はい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 、何でしょう。私の5つ目もおじろじろでございます。微妙に噛んだよな。初めて噛むとね、うん、ほんまや。おじろじろ超えられへんのちゃうかな。5000から外れることってないんじゃないかな。ないな。うん、毎回行って再確認というかさせられんねん。確かに、ちょっと浮気しかけんねんな、うん、そう、こういろんなキャンプ場行って あれこうやっちゃうやん、うん、ってなるけど、うん、最初また戻るでしょ、おじろじろに、うん、やっぱおじろじろやな。そう、毎回そう思わせてくれんねん。そう、やっぱりいいなってなるよな、おじろじろは。毎回なんねんな。なるよな、うん、なんやろ、あの、なんやろか。なんなんすかね。不思議やねんけど、何回も行ってんねんけど、おじろじろに。まあ、大体のそのサイト、一巡りしたような感じはあんねんけど、毎回、いいわーってなって、おじろじろは。なるな。うん。確かに。なんていうの、リセットできるというか、この。でも、おじろじろの、おじろじろまでの道あるやん。うん。途中までな、うんうん、あのルートってさ、うん、俺めちゃくちゃ通ってんねやん。あ、わかる、うん、兵庫に例えばスノーボードハマってた時、うん、兵庫に行った時も絶対同じルートで、はいはいうんうん、途中までずっと一緒やねん、うん、あのルート、はいはいうん、だからわかる、もう知ってる道をずっと走ってるわけですよ、うん、だからこう初めて行くキャンプ場とか、うん、知らん道のワクワク感みたいなのあるやん、うん、あ、はいはい、うん、遠方に行けば行くほど、うん、でもおじろじろってずっと知ってる道なわけやんか、うん、もう何十回って通ってる道、うん、だからその行きのワクワク感みたいなのもないし、うん、で距離的に言ってもまあまあ結構遠いやん。遠いな。同じ、うん、兵庫県内にしてはめちゃめちゃ遠いやんか、うん、端っこの方やもんね、うん、だいぶ奥やから、うん、でもやっぱりね、うん、行くとねなんやねんっていう、やっぱりなんやねんってなったんですよ。だから行くまでのこの遠方に行くまでのこうワクワク感とか遠いけどないやん、うんうん、でもやっぱ行くとね、うん、こう来るんよね、やっぱおじろじろおじろじろ来るよね、やっぱりおじろじろって。そうあるよな、俺多分あれオーナー夫妻のあれもあると思うねんな、うん、確かに。例えば知らんキャンプ場行って、うん、そのキャンプ場のオーナーと、うん、って喋りかけるタイプでもないやん。うん、タイプではない、うんうん、だからそういうのって生まれなわけやんか、うん、でもおじろじろとか一番初めに行った時に、うん、いきなりインタビューさせてくれたよ。いきなりインタビューさせてもらって、うん、もう言ったらもう友達やん。それ言い過ぎじゃねえ。友達やん。めっちゃ嫌われるタイプやん。嫌われるタイプ。すいません。なんか懐かしい友達に会ったみたいな、うん、久しぶりみたいな感じのなんかわかる、来たでーって感じやねんな、うん、夏っこく喋りかけてきてくれるから、まあ それもあるんかな。そういうキャンプ場ってやっぱないやんか、うん、ないないない、うん、あれだけでもなんかの、うん、来てよかったなみたいな、なんかならへん、懐かしい人に会えてみたいな、うん、そうそうそう、なんかおじろじろに行くけど、まあオーナー夫妻にも会いに行くっていう感覚もある、うん、まあでもオーナーさんのあれは大事よね。大事だと思うんですね、やっぱ、うん、そので、多分すごい印象変わると思う、うん、まあうちらはそう思うけど、あそう、うん、私たちはですね、うん、そう、そんな全然関係ないよって人もおるもんな。そうそうや、うん、ただキャンプを楽しみに行く人もおれば、いやでもおじろじろのキャンパーの皆さん、みんなマナーがすごいいいよね。だからやっぱホーム的な、ホーム的な言うなよ。お前にホームなんかねえって言われるかもしれない。こればっかりはかぶるな、やっぱりおじろはかぶるよね。おじろじろはかぶっちゃいましたね。言ったらもう圧倒的な山感ですよね、うん、おじろじろの、うん、もうなんていうおすすめポイントは圧倒的な山感、うん、山に山を感じに行く、うん、山にキャンプにしに行ってるっていう
のがほんまに一言で言うなら山なんです。山やな、ほんまに山や。というわけで5000終わりましたけど。終わりましたね。いやー、はい、かぶらんかったっすね。かぶらんかったな。まあ一個だけおじろじろはかぶっちゃいました。うん、もうおじろじろ殿堂入りかな次。はい。おすすめキャンプ場5000。いかがだったでしょうか。はい。どうなんですかね。あんまその、うんうんうん、ね、うん、いろんなキャンプ場知ってるかって言われたら別に、うん、うん、もう全然なんですけど。まあ今まで行った中で。そう。うん。の。おすすめ5000でしたね。はい、じゃあ今回は、はい、おすすめキャンプ場5000でした。はい、じゃあまた次回会う日まで、パイチャオチャンネルママでした。今年もよろしくお願いします。やれへんのかい。今年はやりますか。今年一発目で。待ってる人おるよ。一発目やります。去年1年で心が折れそうになったんでやりますか。じゃあいやもうでも広がってってるからね。うん、やらないと。じゃあ皆さん一緒に次回の動画でお会いしましょう。はい、バイ。 See you。 ありがとうございました。